皆さんこんにちは、木下グループ所属の水谷隼です。今回も僕と一緒に全日本選手権男子シングルス決勝を振り返っていきましょう。だからこの1球目はなんで逆回転出したのかは聞いてみたいですね。さっきの最後ずっと出してなかったじゃないですか。6本ぐらいは多分出してなくてずっと。今いきなりこの大事な1本目でなんでこの逆回転にしたのかっていうのをちょっと聞きたいですよね。 Q さんの指示なのか。でも Q さんの指示だったらさっきのゲームからもう絶対いけるはずだし。いやでもいいですよ、このサーブだけ出したけば多分勝てると思ってたんで、逆に点数取られたからつってサーブを変えるのが一番良くないと思いましたね。ずっとこのサービスを徹底しておけば、はい、勝てると思ってたんで。やっぱりチキータ上手い選手の一番の弱点はチキータができない時で、今みたいにこうもうチキータができないサービスがバレちゃった時に、結局そのもともとチキータの練習が多いからフォアとかストップとかっていうフィーリングがないんですよね。せればせるほど特にそうなんですよ。せればせるほどやっぱチキータしたくなっちゃう、得意な技術やりたくなっちゃうんで、だからこういう風に競っちゃうとよりきつい。森園としては逆に 3-0 とかだとちょっと余裕があるから別にフォアとか違う技術できるんですけど、せればせるほどちょっと分が悪いのかなと思いますね。しましたね来ましたね、ロングサービス。いや森園上手かったっすね、うん、あそこでやっぱストレートに行く、まあ、冷静というかやっぱクロスに行きたくなるんですけど、相手の動きをしっかり見てストレートに行く。多分前のゲームあれだけ逆転許して結構苦しい入りだと思うんですけど、まだまだこう冷静でいられるっていうのは、まあでも良かったじゃないですか。あれで点数取れなかったことによってあのサービスをもう出すことがなくなったんで点数取って逆に競った時のあのサービスを出した時の多分デメリットの方が大きいですよ。この序盤でね、この序盤で点数取られたことによってもうあのサービスが一生出なくなるって、はい、だってもうめちゃくちゃ甘かったじゃないですか。多分あのボールだってクロスにも打てるしストレートにも打てるボールだじゃないですか。だからあれをこれで点数もし相手がレシーブミスとかして、あ効くかもなんて思って次4オール5オールとか出して1点取られるよりは、ここでもう見切りをつけれるっていう意味で良かったと思います。思い切りましたね、うん、まあ、今のも多分同じサービスでしたね。さっきの横入れしたようなかなりこう外側に、でも森園としては全然展開悪くなかったですよね。及川が本当に前でだからいきなり強気になってきましたね。でもサービスめちゃくちゃ良かったですね今、いろいろ前ぐらいに、はい、ウカのレシーブも良かったですし、その後の森園のこうフリックとクロスへの強打も良かったですね。まあ、あの回り込みが入らなかったのだけがちょっと悔やまれますけど、まあ、サービスは良くはないですけど、でもただ今までと違うのはもうチキータさせてから狙うっていう意思が伝わってきましたね今のは。
だからそのバックロングサービスっていう感じよりはもう最初から聞いたらむしろしてほしいぐらいな感じでしたね。もうわざとさせてそれをこうストレートになっていくっていう戦術、スキルさんが面白いさそう言ったのかもしれないですけどね。なんか今のは明らかにこうそのチキータを狙い撃つっていうのが見て取れましたね。いや今多分サービスショットミスりましたね。多分外側に出したかったんでしょうけど結構ミドル寄りになって、でやっぱりあの出るか出ないかが有効であって、もう出ないサービスはやっぱりそこまで有効じゃないんで、いいレシーブされて、で今まで見せてた大丈夫のチキータも入ってきて、サービスが自分と思ったのと違ったんで、もうその後の展開がちょっとこう難しかったのかなって感じです。森園の良くないところはやっぱ攻めたくなっちゃうんですよね。どうしても攻撃的なタイプの人ってすればするほど自分のやりたいことをやりたくなる、攻めたくなる、引き出したくなるっていう単調になっていくんですよ。そこがまあ彼の修正しなければいけないポイントかなと思いますね。だから無理してでも攻めに行っちゃうんですよね。まあやっぱり卓球って対人競技なんで、やっぱり相手もやっぱ苦しいじゃないですか。そんな中でこう相手に楽をさせちゃうプレー、やっぱり難しいボールに対して自分が簡単にミスっちゃったら、やっぱ相手はすごい楽になっちゃうんですよね。それよりはやっぱ相手も苦しいんだから自分が絶対にミスらないっていう粘り強さも大事なのに、その苦しさからもう先に打って攻めて、まあ勝負みたいなのは良くないのかなと思います。逃げちゃう、いやでも気づいてないですよね。やっぱ攻めなきゃ勝てないってずっと教えられてるじゃないですか。攻めた分が強いみたいな、それは確かにそうなんですけど、でもそのやっぱ相手を楽にさせるプレーって一番ダメなんですよね。レシーブミスしちゃうとかボミスしちゃうとか、はい、だから相手の気持ちをもっと思いやる気持ち考えなきゃいけないですよ。相手を思いやらなきゃいけないですよ。相手のシーンになって、自分のことばっか考えてる人は良くないですね。もったない、そういうことなんですね。もったないですね。今多分ベストボールじゃないですか。左利きにとってあのバック前にちょっと浮いてくるボール、及川だって決していいレシーブじゃないですか。及川だって相当ビビってると思うし、今のレシーブを見る限り普通であればもうチャンスボールだし、今森園としてはやチャンス来た決めてやろうみたいな、この2本は、かなりもったなかったですね。こんな2本なかったですからね、この試合でこんな簡単な2本パッと見せるの。しかも2本とも同じようなミドルぐらいに来たボールに対して、ちょっと甘いボールに対してフォアでミスっちゃったんで、チャンスがミスったら一体何に入るのっていう、何で点数取ればいいのっていう感じなんですよね。来ました。ってことはもう逆でいいんじゃないですか次は。サービスでも絶対変えるんですね。本当に絶対変えます。ああ好きっすね、僕好みっすね。今いい感じですね。及川としてはバックにサービスが効いて、最高ですね、これは最高ですね。タイミングも最高ですし、何よりサービスの質がめちゃくちゃ良かったですね。多分待ってても取れるか分かんないぐらいの、すごい深いところですね、これね。
そうですね、今の1本結構勝負あった一本ですね。ちょっとそうですね、点差も離れたし、やっぱり森薗の集中力もやっぱりあの 3-4 3オール 3-4 のあの 1-2 本でちょっと切れた感はありますね、うん、多分この点数になってくるともう絶対前回のあの前のゲームのあの逆転を食いてますね。このセットってでももうなんで逆転されたんだろうって多分もう思ってますね今。多分集中できてないですこのゲーム、はい。乗りましたね、これはめっちゃ球審に怒られてました。あ、やっぱり、はい、まああれは若いとこっすね、及川のまだちょっともったいない本当に。でこういうので一回負けた方がいいんですよ本当は、及川とか本当は。で僕らはやっぱりそういうの負けを知ってるからやっぱりこういうプレーしないですけど、やっぱり多分そういう大きな負けがないとまあやっちゃうんですよね、こうやって。これ相手が例えば中国人とかだったら絶対負けてますね。ただ相手は前のゲームまだ引きずってますから。今このギャップですね、やっと最初の1分以外全部点数取ってるんですよ。でもまた変えるのかな、さお初めてじゃないですか、2本出したの。初めて2本出しましたね。序盤にやれなかったっていうのがでかいですね。序盤にできなかった、はい、もうそういう意味で言えば及川がまあこのサーブ出し続けなかったから、うん、最後まで結局、ま、的を張れなかったっていうのはありますけど、でもやっぱせれば絶対もうできないんで、競ってきたら。だから5ゲーム目ぐらいからはもう多分モレゾンできなかったんで、今は最後の2本出しましたけど、もっと早い段階からこのサーブを使っていけばもっと簡単にいけれたんじゃないかなと思いますね。今でも及川はやっぱレシーブがこのゲーム3本ぐらいこうやっぱストップもできるようになってきたんで、だから結局森薗が最初が最後まであそこにこだわってしまったのが良くなかったですね。フォア前ですね、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。常に自分がベストな状態で練習していい状態でいい環境で試合をするっていうのが当たり前で、逆にそれが崩れた瞬間にバババってもうパフォーマンスが悪くなってしまうようではこの先やっぱり勝てないですね。